今まで見てきたダンスはその身体表現にとどまっていたんですが、そのオディッシュダンスを見た時にその目に見えないものも一緒に動かしている、そして目に見えないものがこう放たれているっていう、すごく印象を受けて、こう体 のある部分のみならず、こう空気ですとか波動ですとか、まあ、そういうものも一緒に動かしているようなものに見えたんですよ、私にとっては。First impression seeing Masako dance was amazing, actually, because you know she was just so incredible at the classical Indian dance that she learned, but also you know equally inspirational and amazingly talented with all of her contemporary stuff. And it's kind of a rare mix to get such a perfect combination of. Well, I think the appeal, you know, as a musician, I mean, certainly as a percussionist, is, you know, the detailed knowledge of rhythm that she has. I mean, more than any other dancer.境界線があるんですけれども、性別だったり、まあ、国の違いとか、そして年齢差、やっぱりその闇雲にこう全ての境界線をなくすのではなく、それぞれのこうアイデンティティとか自信とかその自負っていうものを大切にしながら、いろんな人たちと関わって交わり合っていけたらいいなと思います。まあ、オディッシーダンスに本当に自分の人生を捧げて、まあ、26年が経ちまして、自分の体の一部、そして精神の一部になっているオディッシーダンスのテクニックが他のどんなものとも軽やかに融合できたらなと思っていて、オディッシーダンスの技術とその他のあらゆるものとの、まあ、化学反応、そういうのを自分自身でも見てみたいなと思います。